株式会社 NKB は東京都千代田区丸の内に本社を置く広告代理店、交通広告を主体とする。旧社名は交通文化事業株式会社。財団法人日本交通文化協会を運営するための事業会社として設立され1948年の創業以来60年以上の歴史を持つ。交通広告の業界におけるサインボードの取り扱いが 同社の主な事業であり、先駆けてネットワークサインボード事業化を行った。1948年2月に、東急グループ後藤慶太や、阪急グループ小林十三志ら鉄道業界の大建物との交流が深く、鉄道循環士などを主催していた時藤太郎が交通文化事業株式会社を創立し、代表取締役専務に就任。 代表取締役社長に日本交通公社会長の荒井隆氏男児を迎える。同年9月に公益財団法人日本交通文化協会も設立する。1949年、事務所を有楽町ガード下の交通クラブより交通協会ビル3階に移転し、交通広告事業の第一歩として地下鉄の出入り口にタイアップ広告を新規企画し、掲出。 1950年、日本交通文化協会が国鉄利用者のために寄贈した木製ベンチに看板を取り付け、広告の新媒体として開発。1958年、低都高速度交通営団の指定広告代理店となる。鉄道施設を媒体とした広告で成功。1975年に、滝、藤太郎の交通事故死により、死士の滝久男が後を継ぎ、 代表取締役専務に就任。社長に片桐助の景品休行社長を迎える。1977年100%出資会社株式会社 NKB エージェンシー設立。1983年に社名を株式会社 NKB に変更。1985年に久尾社長就任。1987年 NTT 電通。 ティア、テルウェルトの合弁会社、NTT メディアスコープ設立。1988年、韓国進出。1997年、100%出資し会社、株式会社横浜 NKB 設立。2000年、飲食店検索サイト事業を分社し、株式会社グルナビ設立。同年、株式会社交際出版社との共同出資で、株式会社トラベルサイト設立。 2002年、囲碁対局サイト事業を分社し、株式会社パンダネット設立、結婚式場検索サイト事業を分社し、ジョイジョイ株式会社設立。2005年、ネット広告営業部門を設立。同年、会社分割により持ち株会社、株式会社、NKB ホールディングス体制へ移行。2007年、レッド、s ンジョイ東京事業を、 株式会社インターネットナビ東京へ移行。2011年、滝久尾が取締役会長、創業者となり、八木沢商事が代表取締役社長に就任。2014年、福島空港に公益財団法人日本交通文化協会の通算500号となる東藩レリーフ、ユートピアを制作、設置。2015年、八木沢商事が 取締役副会長、戸谷隆之が代表取締役社長に就任。同年、子会社、株式会社横浜 NKB の社名を、株式会社、NKBYS に変更。また、NKBYS の事務所、クイーンズタワー C19 へ移店。NKB 創設者である滝、藤太郎が提督高速度交通営団総裁の鈴木。 清秀を会長に1948年9月に設立。滝藤基金交通総合文化展などを主催するほか、1972年に東京駅地下中央通路大階段正面に日本で初の公共ステンドグラスを設置したのを皮切りに、全国の交通施設などにステンドグラスや当藩のパブリックアートを設置している。2015年現在の代表は滝久を。 ありがとうございます。